皆さん、こんにちは。青山ワインベースの吉原です。今日なんですけれども、ジョージアの、スパークリングワインを、ご紹介したいと思いまして、今、動画を、作成中なんですけれども、今回、紹介するのは、スパークリングで、シャルマン方式っていう、様式で作られた、シャンパン、スパークリングになるんですけど、スパークリングって何種類かの作り方がありまして、トラディショナル方式っていう瓶の中で二次発酵させて、しっかりと泡立ちをきめ細かく作る作り方と、そうですね、シャルマン方式っていうのは、こういう大きいタンクの中に、こう、ワインを入れて、その酵母を入れて、その中でスパークリングを作り上げて瓶詰めするっていう作り方ですね。これがシャルマン方式。はい。あともう一つあるんですけど、トランスファー方式という、スパークリングの作り方もあるんですけれども、そちらは、瓶の中で発泡ですね、スパークリングが出来上がったら、大きなタンクの中にそのスパークリングを移して、折り引きしてっていう形の、このまあ大体3種類ですね。あとは単純なもので、作ったワインの中にガスを注入するっていう、作り方があるんですけど、まあそれぞれに利点があるので、シャンパーニ地方ってみんなシャンパンという有名な、シャンパーニはトラディショナル方式という、瓶の中でスパークリングですね、シャンパーニを作るので泡立ちがきめ細かくて泡が強いという感じになるんですけど、シャルマーとかはどちらかというと、泡はそんなにきめ細かくなくて、バブルが大きくて、どちらかというと泡立ちはそんなに強くはないですね。トランスファーも大体そんな感じですね。炭酸ガス注入とかになるとめちゃくちゃ泡が強かったりちょっと弱かったり、そこは炭酸ガスのどれくらいの注入かによって差があるんですけど、はい、今回はそのシャルマン方式っていう方式で作っているスパークリングのジョージアのワインをご紹介したいと思います。はい。今回ご紹介するのがこのマラニっていう作り手のロゼブリュットっていうロゼのスパークリングになるんですけども、ブドウの品種はサペラビーですね。赤ワインとかで有名なサペラビー種ですね。これ 100% で作ってるスパークリングになるんですけれども、これはシャルマ方式で作っているので、泡立ちというか、色合いはどちらかというと、薄めですかね。これ実際結構ピンクっぽく見えるんですけど、飲んでみると割とピンクの色合いが柔らかい感じですね。はい。で、今回そのスパークリングの開け方もちょっと簡単にご紹介していきたいと思うんですけど、スパークリングって結構開けるの難しくて、スパークリングの開け方とかって多分あんまりこう、綺麗に開け方とかって、ひょっとしたら皆さんちょっと知らないかもしれないので、ちょっと簡単にこれもご説明したいんですけど、この最初の上の、これですね、この上のキャップシールをこう、剥がすじゃないですか。大体こう、剥がす、こういうのがあるんで、剥がします。で、上こう取りますね。で、これ、剥がすところがないやつとかは、オープナーでこう切ったりとかして剥がすんですけど、で、これ、スパークリングを抜栓するときに、こう、たまにこう、縦でこうやって抜いちゃう人がいるんですけど、縦だとガスがこう、上に上がっていって、ガスが逃げるところがないので、パーンってこうなっちゃったりとか、音がバーンってなったりとかするんで、正直あんまりかっこよくないんですね。で、これをこう開けるときに、こう少しずつこうこの水れにある針金ですね、これをここを押さえてなきゃダメなんですが、ポンってなっちゃうかもしれないんで、これ外します。この斜めにするとガスが逃げるところがあるので、こちょっと斜めにして、で少しずつこう瓶をこうちょっとこう動かしていくと、その勝手に気圧でコルクがこう上がってくるんですね。でゆっくりゆっくりこう回していくと、今聞こえました。シューってこうちっちゃい柔らかい音がこう鳴ったと思うんですけど、お祝いの時とかこうパーンとこう開けてもいいと思うんですけど、フランスでは SDD って言って、スーピールドダムって言って、淑女のため息っていうシャンパーニの音がそういう意味があるので、柔らかいこうシューっていう感じで開けた方が、本当上品でいいんですけど、すいません、今、ちょっと仕込みしてたんで、ピピピピピって、なってますけどね。はい、ちょっと今、ハム作ってるんですけど、はい。
で、まあ、こんな感じで、まあ、開けますね。はい。まあ、入れるときも、まあ、グラスがこう傾けて、こういう感じで、まあ、少しずつ入れてあげると、まあ、綺麗ですね。そうですね。今回、そのサペラビシュで作られたマラニですね。これ、あの、ヨーロピアンスタイルで作る、ところなので、まあ、どちらかというと、まあ、その、個性的なワインというよりは、そういう透明感あって、綺麗な感じで作るワインですね。で、ステンレスタンクで作ってるんで、まあ、グビグビ飲めるような、キレがある感じのスパークリングですね。そうですね。こう、やっぱり見ると、まあ、色合いはどちらかと、いうと薄い感じですね。まあ、グリ色、灰色っていうか、ロゼ、サーモンピンクとかっていうよりは、その灰色っぽいようなイメージですね。そのロゼもその作り方が何種類かあるんですけど、まあ、大体まあ有名なのが3種類ですね。こう直接圧搾ブドウをして、あの、色を取る作り方か、これあの、ちょっとこう、バッと押してるだけなんで、色合いがつきづらいんですね。多分これ直接圧搾法っていう作り方で作ってる。と思うんですけど、あとはセニエ式って言って、まあ、血抜きとかって言ったりするんですけど、これも大きいタンクの中にブドウを漬け込んで、まあ、色合いが、こう、よく取れる。で、色合いが深い、ロゼワインが出来上がるんですけど、あとはまあ、ロートリングって言って、赤ワインをこう混ぜて色をつけるっていう作り方。ドイツとかだとロートリングっていう作り方が多いんですけど、まあ、ロゼワインも大体3種類ですね。これ、色合いで大体、どの作り方で作ってるのかなっていうのはわかるんですけど、サペラビは色合いがすごいしっかりつく品種なので、まあ、多分、セニエ式ではないかなっていう感じですね。直接圧搾して、シャルマン方式で作って、まあ、ステンレスタンクで熟成している、軽やかなタイプのワインっていうのが、こう、見た目で、まあ、予想できるんですけど、はい。で、ついに、やっと飲めます。ちょっと、喉渇いたら飲みます。そうですね。香りはまあ、イチゴとか洋梨とか、そういう赤系のフルーツですね。で、まあ、フレッシュフルーツというか、若い、みずみずしいフルーツを感じさせられる香りがしますね。飲み口とかは、そうですね。やっぱりそのシャンパーニュとかと比べると、和がこう、ガッとくる感じなので、まあ、飲み応えがある感じですね。飲み応えがあって、キレがある。で、結構パワフルな。感じですね。まあ、泡とかすごいしっかりしてるんで、すごい炭酸とかが好きな方にはすごいいいんじゃないかなと思うんですけど、味わい、そうですね、かなりクリアで、まあ、苦味とかもないし、まあ、コクもどっちかっていうと、まあ、すごいコクがあるってわけじゃないんですけど、本当もシャープな酸と透明感になって、ごくごく飲めるようなワインですね。結構気軽にこれ、カジュアルに飲めるスタイルのワインなんで、すごくいいと思うんですけど、で、あの、今日、ちょっとジョージアの、ね、こう、ちょっとワインを、ジョージアのスパークリング、ちょっと説明してますけど、11月25日に、あの、僕のちょっと同級生の、ティムラザさんですね、あの、テムカ君って僕は呼んでるんですけど、あの、彼、今まで臨時の、あの、ジョージアの大使、あの、駐在の大使だったんですけど、11月25日に、あの、全権特命大使っていう、もう素晴らしい、まあもう遠い存在になってしまいましたね。僕みたいなちょっと一般庶民とは全然彼はもう違うんですけど、もうね、皇居に呼ばれて、その全権特命大使っていうものになったんで、ちょっとまあ、お祝いっていう形、まあ変ですけど、まあ、お祝いもこう兼ねての、ご紹介っていう形で、このマラニっていう作り手のスパークリングをちょっと、あの、ご説明しながら、まあ、手向さん、乾杯頑張るぞ頑張るぞす、はい。という感じですごくまあ嬉しいですね。もう彼をその昔から知ってる人間としてはもうすごく嬉しいなと思うんですけども、すごい真面目で優しいですし、もうこれからそのジョージアのワインとかがこう日本にいっぱいこう広まってって、その知名度の高いものになってほしいなと思うんですけど、すごいカジュアルで柔らかくて美味しいですし、まあ個性的なものもこういろいろ幅があるんで、すごい綺麗なヨーロピアンスタイルもあれば、その歴史を守ったタイプの、あの、クラシックなスタイルもあって、両極端なんですけど、この2種類ですごく、まあ、あの、非日常と日常を楽しんでいただけるようなスタイルになってるんで、あの、ぜひぜひぜひ、あの、飲んでいただきたいんですけれども。
いや、本当にでも、ティムラズさん、良かったですね。テムカ君、おめでとう。はい。じゃこのおめでとうという言葉で、まあ、毎回まとまりないですけど、はい。おめでとうございます。テムカさん。では、皆さん、さようなら。はい。これ、マラニの、ロゼブリュットなんですけれども、これ、多分クリスマスとか、そういうのに向けてすごい綺麗な色合いですし、ボトルも可愛らしいし、味わいもこう皆さん、すごい飲みやすい感じになってるんで、多分お家とかで飲んだらすごいみんなで盛り上がるスタイルになってると思うんで、これぜひぜひ、と、うちのお店で今の、ちょっとこう、テムカさんの応援キャンペーンということで、通常だと、4280円で売ってるんですけど、これ今3980円で割引して、お売りしてますんで、もしよろしければ、店頭でも試飲できますんで、ぜひお店に来た時は、こちら飲んでみてください。すごくおすすめのスパークリングですね。はい。本当はこう冬じゃなくて夏に飲みたい、ね、ワインではあるんですけど、スパークリングがあるんですけど、まあこうクリスマスとかお祝いの時期に向けて、こういうものもいいと思うんで、はい。もしよろしければ飲みにいらしてください。では、さようなら。アデュー。